モニストロルダリエは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、オートイコールロワール圏のコミューン。玄武岩からなる二つの渓谷の間、急な両面にモニストロルダリエは肩を寄せ合っている。1905年12月9日の、教会と国家の分離に関する法律施行で、教会資産の接収がされることになって、中央高地の一部では、少数の保守主義者たちやカトリック支持者の多い地域で、 抵抗運動が起きた。1906年2月7日、シャンペルの村において、ノートルダムデストゥール礼拝堂の目録の摂集が行われた。暴薬までを手にし、一部は鉄棒で武装したおよそ150人のデモ参加者たちは、3人の警官たちが守る記録機に群がった。記録者は群衆にためつけられ、警官が汚染して参加者のうちから4人の継承者が出た。 ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カジニー、2004年以降、INSEE、モニストロルには、教会、長老会教会、そしてかつてラシェーズデュー修道院に属していた、古いロマネスク様式の小修道院がある。フランスのサンティアゴデ・コンポステーラの巡礼路の一部で、ある、ポディエンシス街道がコミューンを通過する。 標高967メートルのロシュギドという土地は、かつてブレ地方とジェボーダン地方との間の辺境地帯を守る要塞があった場所である。塔を所有したのは、周辺の有力家系であった。ありがとうございます。